ただいまより第3試合ジュニアティーン黄色帯ライトフェザー級4分の試合を行います。まずはじめに青コーナー選手の入場です。続いて赤コーナー選手の入場です。青コーナーカルペディエムミタ春日ゆいと、赤コーナーフリーダムオーズ宮城総一郎、はい、第3試合ですね。本戦第3試合ジュニアティーン黄色帯ライトフェザー級、春日優斗選手対宮城総一郎選手、はい、今年3月に、マリアナスカップ、マリアナスプロですね、こちらの方で試合をされているということで、その際は、春日選手が、勝利ということ で、今回はなんと2マッチ春日選手がスイープでその時は勝利したんです。なるほど。試合自体は接戦でなんで、今回どっちが勝ってもおかしくないっていう感じです。春日選手テイクダウン強いんで、はい、白い道着は春日選手ですね。めちゃくちゃいい。そう、またタックル入る形になると思います。白い道着はカルペディエム、はい、テイクダウン2点入りました。2点入りましたね。2点。春日選手パス強いんですよね。もうガンガン走ってくると思います。さあ、ここはガードをキープしたい宮城選手。いいね、いいね、いいね、プレッシャーいいぞ、プレッシャーいいぞ。そうだ、そのベースいいじゃん、そのベースいいじゃん。大丈夫だよ。落ち着けよ、しっかり呼吸してくれ。ジュニアティーンって何歳ぐらいですか？10歳ぐらい？わかんないっすね。うまいですね。春日選手、相手の選手がアタックできない、足またいでる状態とか、足を担いでる状態とかを結構すぐに作ってるのがいいですね、今まで。さあ、クローズド。宮城選手がクロー、お、Kガード入りましたね。さあ、Kガード、一気に。すごいですね。足引いて、まあ、スイープかバックテイクもできる形です。おお、さあ、ここでスイープ、すごい、お見事。さあ、ここでキープできれば、場外際なんでそこしっかりキープしたいですね。出さない。うん、いいっす。これはキープしたままセンターに戻す。いや、いいです。お互いテクニカルな。クローズドからのサミッションが強い選手で、なるほど、すぐ K ガードいったのは結構意外。さあ、ここで2ポイント入りました。さあ、今度は下が、春日選手。そう、同点です。さあ、ここでがっつり担いで、ダブルアンダーしてるんですけど、はい、春日選手が今足の裏相手に当たってるじゃないですか。その状態だと、はい、まあ、トップの選手はパスも難しいです。さあ、この両足を抱えてダブルアンダーの体勢、がっちりでもここはでもキープして攻め手を作りたいですかね。そうですね。上の人は今みたいに左右に動いてリアクションさせながら、どっちかの足を肩まで担ぎたいんですよね。なるほど。それが腕にかかっ、足がかかってるとあんまり相手の腰を浮かせられないので。なるほど。春日選手が今左足でスパイダー作る形で戻しましたね、はい。さあ、この試合本戦4分ですね。今半分三角入りました。さあ、下春日選手は三角の体勢。宮城選手今左手が入っているので、そのままクローズド入ってディフェンスしたいです。さあ、一気に、お、おお、で担ぎに行ってるんですけど、それで逆に三角入っちゃった。なるほど。いいよ、無理に取りに行かなくてもいいんだ。まあ、でも右肘入っているので、まあ、すぐ決まる形ではないです。さあ、残り1分半を切った。で、今ダブルアンダーの形、はい、
いや、まだ三角入りそうだったんですけど、宮城選手の右肘が入ってるので、さあここらしい、ね、そうですね、角木と三角の攻防残り1分ちょい、さあ同点でこのまま延長に進むのか、一瞬もくれるか、残り時間1分、残り時間1分。秋吉さんどうですか、これ、ね、子供の試合とは思えないから、ね、本当に顔負けですね、本当に緊張します、はい、ねえ、はい、ちょっとまた女子の先ほどまでのちょっと年齢低い試合とも様相が違うというか、ね、もうすっかりねアダルトの試合とも間が合うほどの展開ですね。さあ残り30秒ちょい、まあ、延長戦に入ると、もう一度スタンドから仕切り直しで、サドンデスの、ポイント優勢試合になりますが、まあ、そうなると、まあ、テイクダウン一発で勝負が決まってしまうというところもあるので、この辺はそうなると、ちょっと春日選手が、はい、まあ、テイクダウンうまいので、なるほど、有利っちゃ有利ですね。さあ、下からアームロック、春日選手、下から木村を狙い体勢だが、残り時間わずか。制限の、サドンデスマッチ、すごい、はい、ポイントを先に、選手もしくは反則を取られた方が負けです、ね、ポイント先に取ったら勝ちという試合になります。さあ下馬評ではまたは大谷さんの予想では、スタンドが強いのは春日選手ではないか、そうですね、引き込めばでも宮城選手さっきスイープできているの で、 そうです、ね、まずここが見どころですね、ちゃんと引き込めるかどうか。さあファーストコンタクト、お互いスタミナ的には問題がなさそう。よしだ、さあ、さあ、テイクダウン、シングルレッグ、シングルレッグ抱えて、いいぞ、いいぞ、いいぞ、中持ってこい。さあ、宮根選手、内股の打線こらえる、止まるな、そこスクラム止まるな、ユート、そこ勝負だ、さあ、固定させて、おー、さあ、取れるか、取れるか、取れるか、場外、取ったか、テイクダウン2ポイントということで、春日選手、見事サドンデスを制しました。勝者春日ゆいと、お見事、いや最後ね熱いいい攻防でしたね、そうですね、勝利した春日選手には勝利者メダルが贈られます。いやお互いちょっとね、意地の見える試合、さあということで、まあ一応そのマリアナスカプロから続く試合としては春日選手が、退けたということですね、再度の挑戦を退けたという形、2連勝、春日選手のテイクダウンとトップ良かった、トップがすごい良かったですね、まあ、スイープされちゃったんですけどパスの作り方とかも良かったですね、はい、さあ勝利者インタビューです。おめでとうございます、試合の感想お願いします。本当に相手も強くて緊張してましたけど、まあいつも通りテイクダウンで点を取り勝てて良かったです。ありがとうございます。